皆さんお待たせいたしました。2時からの演奏が始まります。皆さん大丈夫ですか？あっさちょっと直射日光がねすごいことになっておりますが、まあ、ちょっと太陽も楽しんでいただければと思います。はい、2時からのバンドをご紹介させていただきたいと思います。横浜青葉ジャズソサエティの皆さんです。9人の編成となっております。横浜市青葉区内で活動をしているそうです。横浜青葉ジャズソサエティは横浜市青葉区を活動拠点とし、ジャズを楽しくアンサンブルすることを目的としたアマチュアバンドとして2012年に誕生しました。ジャズ経験者と未経験者が一緒に地域密着型で活動することを主眼としていますということです。はい、じゃあそれでは早速2時の回のバンドを演奏を楽しんでいただければと思います。それではよろしくお願いいたします。大きな拍手を持ってお迎えください。どうぞ。先ほどご紹介いただきました通り、横浜市青葉区を拠点にして青葉区のあたりをうろちょろしているバンドでございますけれども、今回府中ジャズ、初めて出場させていただきます。
あのメンバー一同あの楽しくあの待っておりましたので、頑張って演奏したいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。最初にお届けしましたのは、有名なソニー・ロリンズ作曲 のエアジンという曲で、反対から読むとですね、ナイジェリア と読みます。ソニー・ロリンズが、アフリカに思いを馳せて作ったという曲になります。最初にちょっと簡単にメンバー紹介させていただきます。オンピアノ、足立正勝、オンベース、佐野和義、ちょっと後ろになってますけども、オンドラムス、中山智重、それからラッパー2本です、野月敦弘、斉藤幸、フロントサックス3人ですけど、バリサックからいきます、福田豊、アルト前田明美、で私飯田正樹です。どうぞよろしくお願いいたします。2曲目、